真のやら人、諸君に真実のみを示そう。我が国は長年政治家に翻弄されてきた。だが諸君は見出した、我らが楽園への鍵となるビビロン。我が国の優秀な科学者が生み出した人類史上最も有効ながん治療薬。これは特殊な肥料を施したイヤーラ自慢のタバコから生まれる。ビビロンがまさに楽園再建の鍵なのだ。だが楽園は代償を伴う。我らの敵はこれが理解できない。安きではなく正しきことをなすために私は選ばれた。私は責務を果たすべく楽園への動員を本格的に進める。島中から真のヤラ人が世界を癒し我が国を救うビビロを作るために選ばれるのだ。その幸運なものは無作為な抽選で決定される。息子のディエゴでさえ動員されうる。おいダニ、その時は真のヤラ人として。そんなの消せよ。微笑んで従うだろう。そういう態度カスティルの思うツボだよ。政治はもういい。徴兵されてるのは真のヤーラ人じゃない。アウトキャスト、貧困層、私たちみたいな孤児よ。あいつはヤーラで奴隷制度を復活させようとしてるんだ。逃げてなんかいられない。おい、お前の方こそ俺らを捨ててゲリラと逃げた。リベルタードよ。で、クララ・ガルシアのために新人を探しに戻ってきた。いよいよ脱出だって時に。ダニ、お前もなんか言えよ。スペルが違う。ダニー、リベルタードのために手を貸して。軍に残ってればキャリア組だったのにな。一緒に行こう、ピター。ダニー、話を聞いてなかったの？おい、船の時間だ。続きはメキシコでな。食事はマイアミで。停電？こんな時に。規模がでかすぎない？パニクってんのか？ねえ、どうなってるの？世界の終わりよ。徴兵対象者は出頭せよ。楽園再建の義務を果たせ。嘘でしょ。おい、なんだよ。徴兵対象者は出頭せよ。楽園再建の義務を果たせ。全員であれをダメ。徴兵対象者は出頭せよ。あれを捨てて。ブラック、キャスティロア！アレホ！徴兵対象者は出頭せよ。ダニー、動かないと。早く！船に、リタも、約束して。うん。急ごう、ダニー。離れないね、リタ。ボートまで行かなきゃ。わかった。楽園再建の義務を果たせ。マイアミに着いたら。開けろ。国防軍ダニーロハス。くそ、伏せて。お前は真のヤラ人条例に違反している。言ったでしょ、誰もいないって。
報酬逃れなどできないぞ、ロハス。じゃ、次にドアを開けたやつをロハスってことにして招集するさ。国防軍だ、外に出ろ。ジャニーロハスを探している。ドアを開けないなら打ち破ると後悔するぞ。こっち。分かった。暴行しない。生きて、生きて。なあ、頼む。家族がいるんだ。撃たないでくれ、頼むから。ほら、急いで。それじゃ見つかる。見た、兵士が多すぎる。じゃあ下水道だ。よかった。急がないとボートが出ちゃう。これは壁沿いになる。
察は何してんの？軍が市民を殺しまくってもお咎めなし？こいつらが警察なんだ。悪夢みたい。ボートはあっち。走って。ババア、ベースボールカードじゃ意味ねえんだよ。高額で取引されてるカードなんだ。頼むよ。ちょっと、どうすんの？マルコ、相変わらず優しいね。ダニ、遅いぞ。アレホは来れなくなって、代わりに家族が。嘘つけ。アレホは孤児だろう。アレホはもうどこにも行かない。お願い乗せてやって。行け。オンに切る。ありがとう。何だってんだよ。乗せてよ。ありがとう。気にしなくていい。受け取って。これしかないけど。こんなの間違ってる。逃げずにこの国で戦うべきよ、ダニー。これはアレホがくれたプレゼントよ。生き延びるの。個人や軍隊の時みたいに。何今の。やめてくれ。ただの漁船だ。おい待て、やめろ。父は大統領になる前までよく釣りを行っていた。これと似たボートで一緒に海に出た。魚を釣ってはその度に逃がした。父の口癖はこうだった。腹を満たすよりも挑戦することに意義がある。だが父はある日大物のマカジキを釣り上げた。珍しく逃がすことを惜しんでさえいて。あんたは暴君だ。やらを怪我し自分の息子まで毒してる。今日私は大物を釣り上げた。だろ、ディエゴ。ディエゴ！まさか。釣りは終わった。家に帰る時間だ。こんなのもうやめて、パパ。それはできない。見逃して。働けるよ、ビビロだって。真実か嘘か。真実。確かによく働くだろう。楽園再建に役立つかもしれない。しかし彼らに生きていて欲しかったんなら、お前はこの船に乗ったりはしなかったはずだ。ディエゴはわずか13歳でこんなにも民のことを憐れんでいる。ここの魚は海に放そう。任せた。どうなってるの？これやばい。バモス、バモス！
リタ、足の感覚が。ごめんリタ、全部私のせい。携帯、それより傷が。携帯を。このビーチよ、運命なのね。え、ここに隠れてるクララ、リベルタード、フリオ、フリオ、全部ここよ、持ってって。昔みたいに目印を追って。やめてねリタ、待ってて、助けを呼ぶ。ダメ、これをクララが助けてくれる。わかる、あんたはついてる。あんたはついてる。ごめんリタ、みんな死んでる。クソ、早く物資を集めてここを離れよう。クソ、弾がない。キャンプを探そう。よく壊れなかったね。このマークがリタの言ってた目印に違いない。青い印をたどればいい。青い腕章、リベルタードね。気の毒ね、家族もどんな最後か知ることはない。銃声、誰だろう。静かにしないと。僕にはみんなこの匂いが、獣みたいな匂いがする。もう汗からのプンプン匂い。内側から腐ってる。売国奴の匂い。まさかリベルタードに売る情報を漁ってたなんてね。匂いで分かった。だからね、あとは報告するだけ。あんた？あんたはそこで鳥とか。兵士もクララを探してるのか。これ何？役立つかも。ボートを盗んでヤーラから出る。簡単ね、独り言言うとか。よっぽどな。うわっ
ゲリラも楽じゃないみたい。こんなの使うの久々だね。クララは来客が嫌みたいね。撃つならせめて顔を見せて。ダニーよ、リタの友人。黙れ。生存者はあんただけ？答えて。ねえ、あんただけかって聞いたの。ええ、ついてたな。リタは覚悟の上。どういうこと？あとはあんたをどうするか。ねえ、ちょっと待って。私はヤーラを出てくのこのキャンプに来たのに。数日過ごしたらすぐ出てく。リベルタードは慈善事業じゃない。助けてくれるって。あんたにその価値があるの？人手なしね。リタが腕を買ってたよ。家族よりも深い友情ってやつかもね。いいダニー、あんたらを孤児にしたのがカスティロ。逃げる気なの？カスティロの命令で船にいた全員が殺された。あんなイカれた奴からは逃げるしかない。あんたらもね独裁が法なら革命は秩序。ボリバルの言葉が武器。ペドロ・アルビズよ。図書館に通ってヤーラを救う気？計画はある。自由選挙、言論の自由、アウトキャスト解放、カスティロの支配なきヤーラ。あのね、カスティロの軍には30万人いるのよ。こっちは6人。全員クタクタ。あんたは足を打たれてる。信じないの？見せてあげる。私たちは拠点からこの島に襲撃に来たの。簡単な作戦のはずだった。ビビロタバコの農園を潰して燃料を奪って帰還するだけ。でもカスティロ軍に待ち伏せされてて、60人いた仲間は6人になった。じゃあ拠点に戻らないと。ええ、でもこの島は封鎖されてる。ボートもなければ武器も足りない。そもそも農園を潰す目的でさえまだ果たしてない。でも私たちはゲリラ、この国を隅々まで知り尽くしてる。ゲリラの抜け道はもう知ってるでしょ。あれは67年当時にレジェンドたちが作ったもので、ヤーラ中に網の目のように広がってる。私たちはそれを利用してるの。ゲリラの抜け道は奇襲をかけたり追われた時の逃げ道に使われる。だから生き延びるための物資が入った貯蔵室だってある。この地図古いみたいだけど、情報は確かなの？観光用の地図で確かに古い。でも地域や自治体、ランドマークの情報なんかはまだ使える。そのうち慣れる。さて、私は地元の人と連絡を取ってボートを手配する。あんたはフアン・コルテスを探してきて。誰？一人のゲリラの力を千倍にできる男よ。私はゲリラじゃない。リタにも言えるか？食料と寝床は用意する。アメリカに行くって言うんなら船もね。でも代金は弾丸と血だよ。腕があるならそれを生かして。まずは家賃を払う気になったら言って。
元気か。ダニー、村へ行ってほしい。最初の仕事だよ。話があるの。私はフアン・コルテスって男とこの島を攻撃しに来たの。リベルタード設立も手伝ってくれてね。カスティロが出てくる前の世代の伝説のスパイで、やろうと思えば製氷皿でミサイルを作れるような男さ。エスピノーサのために働いた後 KGB に渡り、面白いからって CIA とモサドにも手を貸してた。ただフアンは恩師だけど精神不安定の上にアルコール中毒。リベルタードの状況が悪化した時、その失敗を恥じてここから出てったんだ。コルテスみたいな二重スパイはカスティロの兵士の格好の標的になりかねない。私らにはもう愛想を尽かしたみたいだけど、あんたならフアンをリベルタードに連れ戻せるかも。このイヤピースを持ってって。フアンが通信用に作ったんだ。まずは村の酒場に行ってみるのがいいと思う。じゃあ村でコルテスを探してきて。酔っ払ってないといいんだけど。どうしたの？あんた誰よ？うん、イヤホンはどう？ちゃんと聞こえる？問題ない。スパイ作戦はうまくいってるよ、クララ。よかった。問題を起こしたくなかったら武器はしまっておいて。特に兵士がたくさんいる場所ではね。ええ、そうする。賢いゲリラは戦いを選ぶもんだよ。幸運を。コルテスという男を探してる。知らない名前だけど、どんな人？年配の男だ。お願い、巻き込まないで。いい子だ。そしてエアライチ神器臭いバーで乾杯する。エアーキラット、またはチェチェンで。ボトルごとだ、楽だろ。あいよ。いいか、グアポ。ルール16、ゲリラの革命に終わりはない。戦争もバーも無限に生まれる。ブサイクなバーテンもな。フアン・コルテス？なんでバレたんだ、グアポ。ここは動物園じゃねえんだぞ。クララがあんたを探してる。ああ、
あいつは諦めるってことを知らないんだ。時期わかる。お前知ってるぞ。知ってるって？ああ知ってる。鏡を見てるようだ。どういう意味？その目だ、ゲリラ。味を占めたな。ヒーローになったと浮かれるだろうが、中毒者になっただけ。フアン・コルテスみたいにな。会うだけ時間の無駄だったわね。口笛吹けるか？え？なあ、吹けねえな。うわっ！何これ？しくったな、お前か。お代はその首でいい。グアポに惚れられたな。最後の一冊をダメにしちまった。おい相棒、行くぞ。またしても長居しすぎちまったようだ。くらいわかる。あんたについてくよ。あ、ガーポ、クソか？それともこいつのことが気に入ったか？どっちかしらね。ガーポ。さて、さっさとずらかるぞ。銃の扱いは心得てるみたいだな。名前は？ダニー。あんたは伝説だってクララから聞いた。元 KGB で元 CIA。元の経歴なら数え切れないほどあるぜ。普通の人間は朝飯前にフライパンへ卵を落とす。だがフアン・コルテスは。待てダニー、やっぱり予定変更だ。クララのキャンプに戻るんじゃなかったの？どこへ行く気？あの煙が見えるか？貴重な物資がエアドロップで運び込まれたって合図だ。お前にはそれを取ってきてもらう。今度は盗みを手伝えって？ああ、火薬とスプレーもボンドだ。リゾルバーにとっちゃビールとチェーサーみたいなもんで、それがあれば武器のパーツが作れる。カスタマイズはゲリラに欠かせない。ルール9、仕事に合った道具を選べってな。一緒に来ないの？まさかガーポがいるだろう。一緒に暴れてこい。まあ静かに済ませたいなら置いていった方がいいがな。あいつは派手にやるのが好きなんだ。グアポは手伝ってくれるのね。軍の連中は問答無用で撃ってくる。グアポ、かかれ！シェフ、近くにいるはずだ。先生、了解した！
っちよ。これは使えるかも。フアンはこれをどうするつもり？フアンにあげよう。これいいね。全部見つけたよ。いいぞダニー。じゃあ急げ、クララのキャンプに戻らないとな。さっきからそう言ってるでしょ。よし、もう十分集まった。そろそろ行くぞ。で、このガラクタは何？何か作るの？まあ焦るな、ダニー。ルール8、ゲリラは待つことを心得なければならない。獲物を待つクモや連続殺人犯のようにな。それより、お前はどうしてこんなところに？難民船で脱出しようとして失敗した。はいはい。俺はヘリでちょっとサンパーリオを襲撃しに来たら撃ち落とされた。で、そういうことじゃなく、もっと深い理由があるんだろう。エスペランサの孤児院で育って軍に入った。ゲリラじゃないけど、島を脱出させてもらうまでクララに手を貸してる。ルール20。一度ゲリラになった者は永遠にゲリラだ。何そのデタラメ。もう遅い。馬が逃げた後にナヤの扉を閉めるようなもんだ。ゲリラの味を占めたガキに選択肢なんてないのさ。アメリカ行きって選択は？笑わせるね。ヤーラの血があの国で歓迎されるとでも？ダニー、アメリカンドリームはアメリカ人のもんだ。あくまで言い張るのね。そうさ、グラープは根性なしが嫌いだ。たく、あんたの相棒ならなんで私に寄ってくるの？グアプは最も必要とされてるやつについていく。お前の大好きなアメリカにいるセラピー犬みたいにな。グアプには命を預けられる。そこまではどうかな。そのうち慣れる。さっきヘリを撃ち落とされたって言ったよね。修理できないの？それでアメリカまで連れてけと。いや、ただまだ飛べない。なんとかしようとはしてる。辛抱しろだ。無から有を生み出すクアン・コルテス様の腕を見せる時が来たようだな。ドルキューはもう教えたんだったか？かもね。仕事に合った道具を選べ。これを覚えときゃ長生きするぞ。はいはい。OK。他には何人？ああ、伝説のスパイ。伝説のスパイはションベンだ。誰？アントンの楽園で働かされてたアウトキャストよ。元記者で奴をファシストって呼んだの。こんな例は5万とある。リゾルバーって知ってるか、ダニー。独裁の時、チェーンソーのモーターを自転車につけた。経済封鎖のおかげで、いつもありものでやりくりしてたよ。それじゃあ不十分だ。手持ちの物を活用して生きてくだけじゃなく、混乱を生み出す。それでこそ、リゾルバー。なるほど。作業台はゲリラの最大の武器だ。ダニー、お前も使い慣れておいた方がいいぞ。じゃあ武器をいじってみるか。そのライフル普通すぎるんじゃねえか。ルール9、仕事に合った道具を選べ。今回必要な道具は火薬と廃品だ。眠れない夜に自分にこう問いかけた。不安、どうすればもっと人を殺せる？
そしてひらめいたのが南目標弾だ。いいぞダニー、これで生身の敵がスイカみたいに割れる。次は別のライフルの改造と行こう。標的がヘルメットと防弾チョッキを着てたとしよう。そんな時にはアーマー貫通弾が必要になる。弾が速ければ威力は増し、アラミド繊維だっていとも簡単に貫通できる。よし、これで鉄鋼弾を作れるようになったな。次はパーツを見るぞ。初めてのサプレッサー作りだ。射程は少し短くなるが、パーンって音がバンくらいで済む。簡単だろう。これでクズどもの頭にヘッドショットを決め放題だ。深く知り合えば知り合うほど作業台はそれに報いてくれるぞ。うん、ものづくりってハマるね。この作業台があれば新たなるヤーラだって作れる。ダニー、めちゃくちゃ危険なものを盗んでみたくないか。ダニー、お前にはいろいろ手伝ってもらうつもりだ。だがその前に取ってきてほしいものがある。お、不安、何を取ってくればいいって顔してるな。俺が言えるのはそれを手に入れても食ったり話しかけたりズボンに入れたりするなってことだ。おお、それはどこにあるんだって今度は聞きたそうだな。電波塔に向かって道なりに北上すると島の東側にある放棄されたキャンプにたどり着く。マップ上にマークしといてやる。そこにいる仲間が力になってくれる。それとダニー、もしお前がブツを手に入れてきたら、その礼にいいもんをやろう。給油が、お前なら葉巻を吸うより簡単にできるさ。協力する気あるの？元気？警戒を忘れるな。自分の本能を信じる。馬なんて基礎訓練で乗ったきり。ファイヤエスペランサで随分経験した。いいか、検問所を潰せ、看板も壊せ。その瓦礫からリベルタードが立ち上がるんだ。
問所だ。警戒しよう。警報器を壊しておこう。情報は今日だけで6件。2件は同時刻、しかも島の反対側で目撃されてる。検問所は潰した。気分爽快だろう。これでお前も一人前のゲリラだ。その調子で頑張れよ。気楽にな。元気ね。こんな凄腕の奴がいたとはな。情報は？軍に痛手を負わせたいって？ならサントアリオには対空拠点がある。そこを叩けばいい。グラシアス。続いて、はいよ。逃げるんだ。止まって。はっはっファン、塔を見つけた。ゲリラの抜け道を見つけて連絡役のところまで行くんだ。分かった、行ってみる。
ついにお出ましね。私はライザ。今回カスティロからブーツをいただくサポートをさせてもらうわ。何を盗むか教えてくれない？目標は劣化ウラン。ごめん、今ウランって聞こえたんだけど。そうよ、私も詳しくは知らないけど、フアに頼まれたから軍のツテをたどって探したの。元軍人？みんな大抵そうでしょ。そう。じゃあ場所を教えて。まずはこのパラシュートを、あなたの命綱になってくれる。行き先は古いスペイン軍の要塞、ウランはそこに隠されてるの。あんた徴兵？志願兵？徴兵。順番が回ってきたからね。そっちは？志願兵。ほら、軍服を着て国のために尽くすっていうの？兵士になりたくて仕方なかった。でも軍に入ってみたら、カスティロが求めてるのは奴に猛獣する兵士なんだって分かった。で、今はゲリラと。まあね、でもこういうのは私だけじゃない。この先の監視塔にいる兵士もそう。要塞を偵察するのに場所を提供してくれる。役に立つ情報も聞けるはずだよ。協力の条件は？まずは身の安全。接触するときは武器をしまっておかないと攻撃されるよ。それから賄賂。二重スパイに金を渡せば軍の情報をもらえる。分かった。銃をしまって財布を用意ね。いたよ。金を準備しといた方がいい。話してちょうだい。いいだろう。この辺りで武器が手に入る場所を教えてやる。感謝するよ。気にするな。ただしライザと何を企んでるかは知らないが、俺はこれ以上関わりたくないからな。全て金次第か。カスティロ信者じゃないけど、家族を養うために兵士になった人もいる。これからも兵士には銃をしまってから近づくようにして。兵士を見つけたら弱点もしっかり確認して。それと仕事に合った道具って話はフアンからもう聞いた？指揮官がいた。ウランがある武器庫への鍵はタイのアルバレスが持ってる。カスティロ軍では階級が高いほど銃の扱いもうまい。アルバレスは手強いから気をつけて。この要塞は島で一番守りが固い。兵士はアーマーやヘルメットを装備してるけど、アーマー貫通弾があればなんてことない。必要ならウランを奪いに行く前に作業台でいくつか作ってって。今回の仕事には私とパラシュートがぴったりなはず。ただし要塞のど真ん中には着地しないで。
タードの気配は。ガルシアやコルテスは。アルナコ、クズの第5区に向け。全員じゃなかったの？ウランはこの中ね。この鍵があれば不安のウランが手に入る。ウランだ。ウランを手に入れたよ、ファン。ならさっさと戻ってこい。次はちゃんと。もしもし、ファン。知りたいんだけど。不安のことだからとんでもないサプライズを仕掛ける気でしょ。キャンプまで来て。
気か。ほら。はい、不安。これでうまくいくぞ。劣化ウラン、80年代の核濃縮計画で生まれたソ連の置き土産だ。アメリカでは戦車の装甲や弾丸に使ってる。イカれた奴らだぜ。大丈夫なの？スーパーヒーローになれるぞ、ダニー。リタとよく孤児院に持ち込んでた。泥の中で敵車両を待ち伏せしながら読むんだ。ゲリラってのは漫画からだって発想を得るもんだ。そう。で、これは？これはスプレーもだ。ロケットランチャーみたい。ああ、それもできる。それとな、こいつの名前はトスタドール。こいつらが炎と怒りの混乱を生む。まさにリゾルバーね。そうだろう。前向きに行こう。最後に勝つのはスプレーモア。うまいサンドイッチやハンバーガーみたいなもんだ。お腹減ってるの？まあね。でも今の例えの要点は組み合わせってことだ。作業台で見せてやる。スプレームがすごいのは破壊力だけじゃない。ガジェットを組み合わせれば悪夢のような混乱を生み出せるとんでもない兵器になる。じゃあ早速やってみるか。悪夢のような混乱を生み出すのに欠かせない材料、それがガジェットを作るのに使うスプレームボンドだ。好きなガジェットを選べ。何を選んでもいいぞ。ハズレはない。よし、じゃあクララに会ってこい。スプレーモの試運転をしないとな。言うまでもないとは思うけど、カスティロ政権の要はヴィヴィロ。ヤーラ中にこの原料を生産するためのキャンプが作られてる。そこではアウトキャストは奴隷として働かされ、栽培されたタバコは収穫後ヴィヴィロへと加工される。ダニー、私たちの同胞が殴られ拷問され毒物を浴びせられてるんだ。私たちがこの島に来たのもそんなキャンプを潰すのが目的だったけど、あの時は結局失敗に終わった。近くの納屋でフリオが待ってるから、今度こそ決着をつけてきて。ビビロタバコを潰して頼んだよ。封鎖を突破できると思ってんのか、クララはな。じゃあお前は。試運転をする時が来たな。弊社相手にピンチになったらただ引き金を引け。それとどうでもいいことだが一つ伝えておこう。何？スプレームはまだ実験段階で、使ったらクールダウンが必要だ。連続で使えばオーバーヒートしてお前が死ぬことになるからな。装備する前に教えてよ。とにかくスプレームに敵の血を味わわせてやれ。え？じきにわかるよダニー。じきにな。おい、そう、あんただよ。情報は？
トリアーダの礼拝所を見つけた。お宝が眠ってるようだが、精霊に守られてるらしい。俺は関わりたくないが、もし行くんなら幸運を祈ってるぞ。どうもありがとう。やっと来た。正直言うと本当は俺一人でやりたかったんだ。でもクララの命令だから仕方ない。足は引っ張らない。そんなの知るか。本当ならリタがここにいるはずなのに、なんでお前なんかが。こっちだって今頃マイアミにいるはずだったのに。親友が二人死んでここにあんたといる。お互い様でしょ。おしゃべりはもういい。いいか、まずはタバコを潰す。次に毒物の供給源だ。あとはさっさと脱出し、カスティロはリベルタードからの素敵なメッセージを受け取るって寸法だ。了解。この装備を使え。炎から身を守れるし、何よりカスティロの毒を気にせず動ける。状況に合った防具を使えば生存率が高まるぞ。仕事に合った道具ってことか。最近そればっか聞くね。フリオ、リタのことは妹みたいに思ってた。あんな船に乗ったからお前のせいで死んだんだぞ、ロアス。違う、アントン・カスティロに殺されたんだ。やり直せるものなら私が代わってやりたいよ。リタは私なんかよりずっといい人だった。そんな彼女が愛してたんなら、あんたがどんな人かもわかる。もういい。あのな、一緒に行動するってんなら、お前も毒について知っておくべきだ。連中がタバコに吹きつけてるやつ？正式名称は PG240 だが、神経をやられるから俺たちは毒って呼んでる。吸い込んだり、肌につかないように気をつけろ。イカれるか具合が悪くなる。それも半端じゃない。仮にそれで大丈夫でも、中でガンが育ってやられることになる。ひどい。軍人だと言ってたが、射撃、近接攻撃、何が得意なんだ？銃全般。うまくいくって。なら頭も使えよ。お前にやった装備は炎や毒を防ぐのに適している。だが優れたゲリラでも状況ごとに合った装備を選ばないとすぐに殺されるぞ。偵察するのにぴったりの場所だ。ついてくよ。様子を見るとしよう。こっちだ、行くぞ。
ビロ化されたタバコと黄色い毒のタンクが見えるか。ええ。タンクに穴を開けて毒物を放出させろ。面白いことに毒と火は相性がいい。大爆発が起きるぞ。毒を撒いてる奴らも同じだ。守りは固いが火には弱い。火炎放射器にスプレーもがあれば十分だろ。さあビビロをめちゃくちゃにしてやるぞ。実は戦いの前の験担ぎとしてリタといつもやってる儀式があったんだ。歌でな。どんな？エルモビミエント、デリベルタド、オベラチャオ、ベラチャオ、ベラチャオ、チャオ、チャオ。リタのために。リタのために暴れてやろうぜ、ダニー。気をつけていくよ。もう少し茎の近くで。精一杯やってるよ。もっと頑張って。向こうに打ち尽くしてやろう。少し。
了解。先で焼き尽くすなんて朝飯前。ああ、お前結構やるじゃないか。まあね、言った通りでしょ。派手に叩いたことだし、そろそろ離れた方がいい。奴らにも煙が見えてるはずだ。うまくやったね。ああ、リタと相性が合ってたんなら俺とも合うだろうよ。グラシアス・タニー、またキャンプでな。